はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらフィット3の RS です。はい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 、今日もやってまいりました。今日もね、オフ会の続きということで、早速会社の方を見ていきましょう。はい、やってきました。すいません、いきなりちょっとテンションがね、テンション高くてすいません。クーチャーさんのお車でございます、はい、どうも初めまして、今日はよろしくお願いします。ペコリペコリこれすごいですよね、 RS ね。いやいや、これだいぶ様子がおかしいですけど、何もしてねえことないですよね。全て突貫工事で、これだいぶ出てますよね。これ出ますよね、もうギリギリライン。あ、ほんまや、出てるようで出てない、いや出てるかみたいな。こんなん余裕でするでしょう、これ。いや、まあ振りますけど一応消耗品なんで。ああ、僕の中ではなんか置けそうですよね、タバコ1個ぐらい置けそうなスペースが。ホイールかっこいい。ホイールはステルスレーシング。あ、ステルスレーシング。あれ、フィットって四つ穴でしたっけ。四つ穴です。すごい、なんかちょっとクラシカルな昔のね、ホイールってこう結構リムが、はい、ありましたよね。お友達に譲ってもらいました。あ、いいですね。そんな友達欲しいわ。スポイラーが、スポイラーオンスポイラースポイラーオンスポイラーじゃないですか。ダブルウィング、ダブルウィングじゃないですか。空力を無視した。こういうステッカーは、はい、ご自身で。これは僕が一応、はい、まあ、名前が Q が入っとるもんで。ホンダ等ですが、何かいただきました。あ、こんなん売ってるんですか、これ。へ、ね、これ貼ろうかな。この下の部分は、これは RS の純正ですよね。マフラーが一応書いてあって、うん、ゼロファイターの中間ストレートとリアストレート。結構いい音になります。やばいですか。一応やばいもんで、もサイレンサーは常に。ではね、内装の方を見てみましょう。うわ、レカロ。あ、これもなんかレカロになってる。ちょっと座らせてもらっていいですか。あ、では、お邪魔します。俺のケツじゃ、ちょっと財布抜く感じで。あ、これで今、フィットですね、今フィットします。大きめのね、エンブレムがありますね。で、マニュアルということで。これ、レカロってこうなるんでしたっけ。これはリクライニングできますね。これできるやつなんですね。はい、エンバケットやもんで。ああ。これ、おいくらぐらいしました、レカロって。これ僕は中古で買って。あ、中古で。2万5千円。安い。消費です。そんな安いの。めちゃくちゃ探しました。あれ、2万5千円でこれ買えるんや。はい、やば。しましたね。やば。欲しい。何年か探して。と思って。で、元々のシートは、廃棄処分。今、リビングに飾ってそっか、でも捨てるとこ困りますもんね、パーツね、変えると。オッケー。ですね。では、試乗の方してみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。あ、いい音鳴る。気持ちいい。やっぱ RS 気持ちいいですね。そうですね、出だしても結構いいし。あ、なんかバランス取れてる。速度内で今走っております。ゆっくり走っております。僕は高尾パークウェイでよく来られるんですか。いや、僕は今回初めて来ました。あ、そうなんですね、はい、いや僕も家神戸なんでね、あんまり普段来ないんですけど、はい、いや僕も三重県なんで。ああ、そうなんですね。結構じゃあ遠かったですね。遠かったですね。これなんかいっぱいついてますけど。タコメーターと、はい、時計と電圧です。あ、時計なんですね、一個、はい。もうどれ見たらいいか分からんなんかピュンピュン動いててかっこいいなぐらいの。もうインテリアなんですよ。インテリアね。夜かっこよさそうですね。夜は光りますね、はい。あ、すごい、なんかやっぱマフラーいい音鳴るわ。ちょっと音を聞かせてもらおう。
イレン撮影撮るの静かです。あ、これで静かなんですね。でもなんかそのいやらしい音じゃないですよね。風そちょっと高い音がしますね。ちょっと音を聞いてみましょう。そうですね、あの最後、最後の方まで行っても全然行ってきますね。どうもありがとうございました。ああ、よかった。いかがでしたかね、RS。やっぱりね、人気ですよね。私の動画が面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、フィット 3RS でした。じゃあね、ボーイシュー。